さあ今週も始まりました松井まさみちのハミングタイム。先週に引き続き江藤彩さんとゆりさんにお越しいただいております。よろしくお願いします。まだまだ続きますよ。まだ続くんだ。まだまだ質問は続きます。結構準備してますね。準備あります。あんま減ってない。まだね、あるんで。もう彩さんとゆりさんがどんな人なのかこのくじによってね分かるわけですよ。今日も引きましょう。どんな質問が出るかな。短いのが本は読む。ああすごい。シンガーと役者さん女優さん本は読みますか。本はあまり読みません。すいません。答えが出ましたね。ちょっと台本しか読まないです。台本しか読まない。脚本はすごい入ってくるんですけど、そうですよね、そうですよね。ちょっとなかなか最近読めてなくなさい。そうですね。私もあの、はい、本は旅行本しか読みません、はい、旅行本しか読みません。もしか漫画ね。まあ漫画だったらじゃあ2人もう一番フェイバリットのもの何が好きですか。昔すごい読んでたけど、うん、やっぱりビーバップハイスクール。全部それに結びつけたいからですか。漫画でしょ、うん、ね、生徒諸君も知る。あ、生徒諸君ね。知ってる知ってる知ってる。ラッキーどういうのしか知らない、うん、あ、間違えた。ラッキーじゃないよ。それもすごいハマったけど、うんうん、あ、絶対分かんなくてごめんね。勇敢クラブも知ってます。勇敢クラブはもう一条ゆかりさんのね。一条ゆかりさん知ってます。知ってる知ってる。私リボン買ってましたもん。そうそう、リボンもうリボン世代だから。勇敢クラブ、一条ゆかりさんのもう勇敢クラブは最高に面白い。ね。もうね。なんかすごい反省した。清志郎。そう、やだ、すごい。なんで女の子みたい。僕ね、お姉ちゃんがもう全巻持ってたんですよ。お姉ちゃんの名前。正宗とか名前いっぱい忘れちゃった。見てはいたけど、内容知らない。知っていたんだよね。そう、めちゃめちゃあれば面白い。なんかさ、私読んでた時は、あ、載ってたけど、うん、ちょっと大人じゃないですか。あの、絵が。まあ、確かに、ね。だから、なんかね、うん、そう読んでなかった。本当？その中にあるのは知って、うん、読んでなかった。たまにホラーシリーズがあって。え、そうなの？めちゃめちゃこれが怖いんですよ。ちょっとね、そんじょそばのホラー本より怖いぐらい。え、そうなの？確かに、なんか絵がかっこいいからじゃない。かっこいいよね。もう一回読みたくなっちゃった。勇敢クラブめちゃめちゃ面白い。もう全部揃えてたもん。ああ、それはわかるわ。ゆりさんは？でも私なんかね、漫画っ子だからね、いっぱいあって。いっぱいあるけど、あえて。なんか引っ越した時に、引っ越したんですけど、その時に一回処分したんですよ。いや、もう読まないと思って。なのに、あの、携帯で今漫画って読めるじゃないですか。あれを、で、なんか無料配信、何話まで無料配信っていうのを見つけて、あの、持ってたやつね、前。ちょっと読み始めたらハマっちゃって、私マジでなんで売ったんだろうって思ってメルカリで全巻買ってそれがあのこれ結構知ってる人いるんですけど、うん、空は赤い川のほとりっていう、これは分かんないな。ごめんなさい。本当これあのね、うん、結構人気があって好きな人すごい多いと思うんですけど、うん、あの宝塚さんがちょっと前にやってた、宝塚でやってたの、だからめちゃくちゃ好きな人はみんな知ってる。リボン系？いや、リボンじゃない。あれはね、フレンドってありましたよ。あ、フレンドみたいな。あ、そうそうそう。あれで多分連載してたやつじゃなかったかな。フラワーコミックとかそっち系だったと思う。で、やってたやつ。タイトルもう忘れちゃったもんな。空は？空は赤い川のほとり。赤い川のほとり。篠原千恵さんっていう方が書いていて、あの、なんだろう、篠原千恵さんのやつって、あの、女の子がまず可愛いとか、男の人がかっこいいとかあるんですけど、ちょっとエロティックなところが入ってるんですよ。なんかちょっとドキドキしながら、みんな女子はみんな見てるんだと思うんだよね。そう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 。女性が見てなんかちょっとキュンとする。あ、そう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 。でもそうそう、男の人がなんかちょっと強引でかっこいいみたいな。女子強引な男の人好きでしょ。でしょ。自分でいけないから強引なのがいいみたいな。そう。内容で言うとじゃあ恋愛ストーリーなわけだ。あ、めっちゃあのね、恋愛なんだけど、それはあのみんな知ってる人も本当いると思うんですけど、うん、あのそこにいるなんだろう王妃みたいな人に、うん、あの何世紀も後に生まれた人が連れてこられ、生贄として連れてこられちゃうっていう話なんです。あ、タイムスリップ、ね、そうなの、そうなの、タイムスリップ話する話だわ。面白い、面白い、でしょ。そうそう、だからそれで連れてこられちゃって、そこであの戻らなくちゃいけないんだけど、そこ の、 あの王子を好きになっちゃうみたいな、お互いにちょっと惹かれ合っちゃうみたいな。見たくなっちゃう。でも設定的によくある感じだね。
これがね、結構長いんですけど、本当に未だにファンがめちゃくちゃいるぐらい。そうなの、だいぶ前だよね、本当すっごい前。あ、でも完結してるやつ。全然完結してます。本当にでも人気があって、私も篠原仁さん大好きで、あのいろんなやつ読んでるんですけど、もう大体多分全部読んでる。闇のパープルアイっていうとか、これね、ドラマなんですね。みんな知ってます、ドラマなんですよね。あの人が書いてるやつなんですよ。そうなんです。そうなんです。本当に未だにファンが多くて、売ったのにもう一回買ってるから。あ、そう。何してんだろうと思って。ね、そうか、やっぱりね。超漫画っ子なんで私。漫画っ子わかるから。うん、漫画やっぱりね。じゃあ話つけないですけど、次に行きましょうか。はい、じゃあ行きます。はい。今一個しかまだ来そうだった。こんなに盛り上がってしまった。これにしようか、短そうだね。そんなことでしょうか。長いな。長かった。何でしょう。うわ、ドッキリ仕掛けるならどんなドッキリしてみたい？してみたい。してみたいの方ね。してみたい。まあでもさ、なんかね、サプライズとかでもいいんじゃないの？なんか人を喜ばせたりとか。仕掛けたいのが難しかったら、逆にこのよく やられてるこんなドッキリに出てみたいみたいな。ドッキリに出てみたい。うん。ああ、なんかよくテレビでやってますよね。そうそうそう、あの落とし穴があるところを、うん、あのローション選手権とか。あ、ローション選手権ないぞ。ないぞ。なんか穴みたいなの落ちたと思ったら、うん、なんかこうローションかぶらされて、なんか滑りそうだよ。滑りそうみたいなから、そう落ちていい位置に止まるみたいなのやってて、そう、あ、ちょっと面白そうだなっていうふうに思う。面白そうでしょ。確かに。ローション逆に滑りは登るやつよくやるじゃん。え、登れない。マジでやってみたいよね。あれ面白そう。やってみたい、すごいよね。あとちょっとなのにずっと落ちてくる。あ、なるほどね。美味しいですね、美味しいね。うん、やりたいね。ね、運動会的な、ね、感じだよね。ああ、ドッキリ、まあ、だからそのいきなり誕生日が近い人とかに、うん、あのその打ち合わせして、うん、ケーキ出して、うん、サプライズ見たことあるけど、ドッキリっていうかサプライズ。なんていうんだっけ、あのなんかあのモーションじゃなく、なんかあの実はその周りの人たちはエキストラで、あの普通の日常なんだけど、あれでしょ、あー、フラッシュモブ、ラッシュモブ、フラッシュモブだ。あれされたい人って、例えばあの、あ、でもちょっと面白いよね。へえ、うん、それやりたい方、なんかやりたい、ね、やりたい方されたいじゃなくてやりたい。例えば男性にプロポーズされるとして、うん、こういきなりこう普通に通行人だと思ってた人たち、あ、でもちょっとあのワクワク感もいいよね、みたいな。でもなんかそっちに参加したい方に、そうだよね。自分も歌い出したくなっちゃうもんね。あ、そっか、なるほどな。ね、でも仕掛けられたいかも。仕掛けられるのちょっと良くない？確かに。うん、サプライズはね、あんまりなかなかね、されることないですからね。確かに、プロポーズみたいなね、サプライズしてほしいですね。でもさ、あまりなんか、うん、そうだね。全部見られてたと思ったらすっごい恥ずかしいよね、その。確かに。ね、反応とかさ、確かに。すっごい顔してるじゃん。してるしてるしてる。最後すっごい泣いたりするだろう。すごい、そうそう。私なんかすごく私そういう支えのことをしてもらったことあるんだけど、うん、本当に驚きすぎちゃって、うん、で最後びっくりすぎてもうすごい泣いちゃってパラックになったから。そうなったんですか。パラック結構やってくれても役者ってそういうの好きだから。素敵。でもすごい素敵。すごい泣けてもなんか感動。でもそれ感動してくれたらやってる方としてはめちゃくちゃ嬉しいですよね。とかしたな。最近なんかすごいされたか忘れちゃったな。すごいすごい感動したんだね。感動したのに忘れした。人って忘れるから ね。またお願いします。またちょっとドッキリ、またね、ドッキリをね。ドッキリというのはサプライズを。最近忘れっぽいんだけど、人ってでもやっぱり忘れていく生き物ですからね。感動ってミッシュルみたいな歌だね。え、そうなんですか。あ、知らない。あれ、トモローネバーノーズね。あー、なるほどね。いや、でも本当にそう、うん、人って忘れる生き物だから持続しないからね。確かにね。そう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 、そうね。OK、じゃあ次行きましょう。うん。あ、またすげえ。またすげえ。いいね、質問がたくさんあると。なんかシンプルなのがいいよね。うん、これ難しかったですよね。なんか考え、自分のこと考えてないから。今まで行った旅行先での最大のピンチ。うわ、失敗。あー、なるほどね。失敗そうじゃないな。これね、ゆりさんめっちゃありそう。アジアとかめっちゃ行ったんだけどさ。アジア行ったんすか。どこ行ったんですか。バリばっかりなんだけど。あ、いいな、バリいいな。バリとスリランカ。スリランカもスリランカ。スリランカでも言葉がスリランカって全然伝わらなそうだ。あった、スリランカあった。後から知ったんだけど、なんかずっと内戦が行われてたの。日本の民でしょ。長年の内戦があって、こう
同じスリランカの人たちも越えられないこう、うん、壁があったところがついに通れるようになったのよ。でも外国の人とかほとんど入れなくて、でもまあ連れてってもらった人が、ちょっとジャーナリストっぽいっていうか、大丈夫？そうだから本当に危険なと思うんだけど、私何も知らないから、知らないだけに、もうあれよ、普通日本人も外国の人も入れないようなところを連れてってもらって、で、全部こう地雷とか、まあ、地雷の引っかかるところとかを、もう。なんかね、車、ガッタガタの車で、もう舗装されてない道で、何時間か、リブの間違えたら死にますよね。そうそう、で、で、すごかったのが、まあ、連れてってまた特別にね、学校に訪問するって言って、なんか NPO とかって寄付とかするじゃない、まあ、そんなような感じを装ったのか分かんないけど、もう、学校に訪問するって言って、いっぱい鉛筆とか飲むとか、あと飴玉、ドンキで飴をね、すごく買ってて、それで一応寄付するっていう名目で、じゃないと連れてってもらえないから、あ、なるほどね、そうですね、大人の人たちとか、まあ、それなんかの通訳だから連れてってもらったけど、もう全部検問で、すごいさ、格好した、ごめんなさいの格好したその、感じですよ。そう、あれは人たちがいつも私連れてかれて、で、怖っ怖っ怖いっしょ、キョロキョロして分かんないから言葉が、一緒に連れてかれて、なんかずっと喋ってるんだけど、もう何も分かんないからずっと聞いてて、ほんで大丈夫かなと思って、でも何回も検問通って、大丈夫って言ったら大丈夫って言うんだけど、本当になんかヤバかったみたいで、すごいよね、何しに来たんだっていうところから、誰って感じですね。そうそう、日本人初めて行ったの。よく行きましたよね。そういうところで、でも本当今思うとでも怖かったかも。無事に帰ってきてよかったですね。すごかったよ、もう戦争の穴もね、銃弾で穴だらけの家とか建物とか、そんなところ全部そういうところで血とかもあったしね。うわ、恐ろしいな。それなんかやっぱアジトとかさ、ちょっと詳しくよく長くなるんだけど、そのスリランカの思い出は本当になんだろうね、今でも夢のような、なんかテレビのなんか世界だったけど、いやでもそうですよ、そうなんですよ、10年ぐらい前に、めちゃくちゃ危険な体験ですよね。そう、危険だったみたい。危険、絶対危険ですよね。私絶対行けない。でも大好きなんですよ。そうなの。私結構ね、そうなんだ。ワクワクはね、ドキドキ感って知らないところ、安全第一ね。そう、分かる分かる。私ね、チャレンジャーなんでね。日本とかでね、知らないところにはどんどん行ってみたいなと思うけど、海外でちょっと知らないところは怖い。ちょっと危ないな。そういう地域怖い。もうどこでも寝れるなと思って。すごい。なんかね、本当泊まるところないから、うん、そうですよね。え、泊まるんですか？本当にそれでもダメ。本当に何種だったのか分かる。すごい。軍人がずっと寝泊まりしてたところ。でももう、本当あれですよ、ただのさ、コンクリートのすごい、もうシャワーも全然出ないようなところで、出ないでしょうね。でもベッドをバンと置いたら血とかついて、寝るしかないから、私もそこで、うわ、寝れない。目的は旅行？一応観光だけど、普通は入れないところに行ってみたかった。行けるっていうので、お前ら来るかって言って、すごいいい経験になるぞっていうのが、行かないで、あ、行ってみたいって言って、初めてね、スリランカ自体初めてだったけど、それでもいろんなことを考えてね、いろんな経験ができたから。いや、それ怖いわ。無理だ、私はそんなとこ行けない。ねえ、だってニューヨークでユリさんとマクドナルドで食事して、それからあと僕らシカゴからイリノイの方に渡ったでしょ。で、渡って友達と合流したんだけど、その子の地域が黒人さんたちのタウンで、初日ですもんね、夜パトカーがもう何台も止まってて、よくアメドラで見るファン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 っていう、あー、わかる、うるさいんだよね、あの状態でもう全部囲ってて、ちょうどそのパトカー囲ってる真ん中でその彼の家があるから、いや、進めなくて、あれ何があったんだろうって、ちょっと聞いてきますねって、彼が聞きに行ってくれたら、そしたら住人同士の銃撃戦、その初日移動して、そのそっからだから僕ホームステイさせてもらう家の地域の隣の斜め向かいぐらいのお家と
こっち側がもう銃撃戦なんで揉めてんの。わかんないです、そこまでわかんないですけど、ね、亡くなったんですか。いや、あの結局怪我人はいらっしゃらなかったんで。でも怖いよね、またなるかもしんないってことですよね、うん、逆に。だから1ヶ月間そこからホームステイ、一人で留守番とかしてたんだけど、うん、もう外で軽く散歩できないの。せっかくだけど、普通の家なのにね、普通の家なんだけど、だからもう隙を見てこうブラインドこうやって開けて、今誰もいないなと思ったら外の空気を吸いに行こうと思って、で裏庭とかでちょっと歌ったりとか。え、だって危ない地域なんですか。ちょっと危ない地域。危ない地域なんだ、うん、そんなとこ住んでるの。そうそう、でももう長くアメリカ生活してる彼だから、うん、もう完全にそっちの人ぐらいのなりになってるんだけど、うん、まあちょっとそれいきなりカルチャーショックじゃないけどね。確かに、びっくりだよね。そうそう、だって最初ユイさん喋った時にあの銃の怖いこととかなかったとかね、うん、聞いたと思うんだけど、うん、その後直後に自分がねまさかですよね、それを露呈するともなかったから。確かに。いやだから日本はどれだけ安全かと思って。でも最近日本も嘘だから、うん、確かにね、確かにね、そう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 、ね、油断してはいけないんだなって思いますけど、ユイさん仮に海外行ってなんかピンチになったことは、うん、ピンチになったことは、うん、トイレがどこにあるか1回目行った時わからなすぎて、よくほら言うじゃないですか、駅は使っちゃいけないとか。あ、そうなんだ。そうって言われるんですよ、あの危ないから駅のトイレはダメだって言われてたんですけど、私グランドセントラルの駅にいて、でもグランドセントラルのトイレって実は大丈夫なんですよ。でも1回目の時とか本当にわからないから、やばい、トイレに行きたい、私はトイレに行きたいと思って、これはスターバックスを探さなければと思って、スタバを探したんですよ、ね、そう、スタバ探したんですけど、スタバも大きいちっちゃいみたいな、いろいろあるから、ないとことかも。そうなの、トイレないと困るね。あるある。だけどなんかもう分かんないじゃないですか、見ても。だからすごい、ややしばらく何個かのスタバをこうやるみたいな。トイレ行きたいのにつらいね。そうなんだけど、もう分からないから、仕方ないから、グランドセントラルの目の前にあるなんかレストランみたいなところにしょうがないから入って、もうそこで一回座るじゃないですか。で、別に飲みたいわけでもない、よく分かんない紅茶を飲むじゃないですか。しかもチップが必要だしね。あ、で、そっか、頼んで、私はトイレに行きたいと思って、作って立って、どこだろうと思って聞こうと思って、たらそこにいる支配人じゃないですけど、なんかこういろいろ場所を言ってる人とかに何にも言ってないのに、まあいつ絶対トイレしに来たのってのバレてて、バレててそうか、あ、よかったね。でもね、あの鍵とかないと入れないトイレもあるじゃん、アメリカって。ああ、うん、そうそうそう、マクドナルドとかもそうだったんだけど、あ、そうね、鍵を借りなきゃいけない、最初ガシャッ開けてもらわなきゃいけなかったりとかね。そういうのって困るね、やっぱり危ないからだと思うんですよ、ね、うん、そうなんだよね。そういうところになんかほら、連れ込まれちゃったりとかして危ないから鍵かかってる、日本って、日本トイレは全然トイレじゃないですか、トイレ大国で、ほんと綺麗だし、ボシレットとかもついてるし、ほんとほんとね、アメリカトイレ困ったわ、確かに、ね、でもなんか何回か行くとやっぱトイレポイントを結構抑えられて、あ、そうか、あそこねみたいな、なるほどね、そう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 、今はあんま困らない知れたんだよね、そうそうそう、本当にね、文化は違う、日本はいいわ。いや、日本は本当にすごい、もう整備されてる、本当に綺麗だし、ゴミもほとんど落ちてないし、やっぱり落ちてないよね、本当にね、すごい、もう一個行きましょう、今週、はい、行きましょう、うん、はい、全然進んでない、そう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 、よし、やばいやばいやばいラストは、うん、子供の頃やってみたかった理想の夏休みの大冒険は。あ、今のでも冒険、愛さん通ずるものありますけどね、子供の時夏休みの大冒険、まあ、夏休みの大冒険、大冒険、子供の頃もしやってみたかったことだって、うん、私なんか穴掘ってたんですよ。穴掘ってたの。ああ、お母さんにも未だにたまに言われるけど、うん、大人だ、うん、なんか多分ドラえもんとか見すぎたんでしょう、ね、うん、ドラえもん大好き、特に地層好きだしね、そうそう、そうだね、なんか掘ったらどっかつながってんじゃないかと思って、うん、こういうのわかる、でも、うん、やばい人でしたね、すんごい掘ってた、うんうんうん、めっちゃ怒られた、うん、怒られた、掘る掘る、うん、穴掘りに行ってて、うん、穴掘り面白い、面白いね、穴掘りイメージ、穴掘りイメージ、ちょっと変わってるなと思って、うん、だいぶ変わってる、うん、だいぶ変わってるなんかちょっと脳内がどっか行ってた、うんうんうん、あ、そうね、子供の時はでも女の子は何が一番楽しかった、遊んでて、私あんまり女の子って感じじゃなかったんで、うん、私も男子だったんで、そう、男の子とずっと遊んでたから、うん、そうそうそう、私もそうでした、ね、男の子としか遊んでなかった、うん、走り回って虫取ってました、虫やつ、戦後的な赤くらんぼ、でも、うん、あれだよね、田舎の田んぼのさ、うん、山道とかずっと奥行くと小屋とかいろいろあって、うん、あれ私本当にやばい、絶対死体とか出てくるかもって、ほんまに子供に思うんですか、そう、もう思ってた思ってた、うん、あとなんか変な、だいたいエロ本とか落ちてるんだけど、あー落ちてる落ちてる落ちてる、でもなんか
かやばい、うん、ここ入っちゃいけないだろうなっていうところ入ってくのが好きだった。あでも子供は好き、私も好きなの。それでそこで基地にして、うん、そうだ秘密基地を作って秘密基地作る秘密基地ね、なんだろうね、なんだろう、基地作りたいよね。それがすごいワクワクドキドキしてたけど、うん、秘密の場所が欲しいよね。いま、うん、だに作りたいよね、秘密基地ならね、うん、なんか楽しい、うん、絶対楽しいと思うし、それこそ無人島とか行ったら基地とか作ってくれる男性すごくよくね、うん、基地作んないけ別に無人島なんかそんな作らなくたって全部がもう基地が作ってくれる男性じゃない、雨をねこう防ぐためのめちゃくちゃ面白い、バーって至れ尽くせるね。すごい昔あれだ、トム・ソーヤの冒険とか、木の上で、あれ憧れる憧れる、そこに住みたかった。あーなるほどね、あれだ、志村動物園でパン君が住んでる。あ、そうなんだそうなの、お猿さん、なんで、そうそう、お猿さんが、お猿さんってか、チンパンジー、チンパンジーね、木の上めっちゃいいですね、木の上いい、いい、すごくいい、いいよね、鬼太郎の家だよね。あ、そうね、確かに確かに、あ、でもああいうのすごく憧れる、憧れるね、憧れる憧れる、木を登って座ってみたいなね。地でね、それをやってる方いらっしゃって、自分で、木の上に家を作って、楽しそう。何県だっか、日本人、日本人で、僕イベントでね、ライブみたいな野外ステージがあるところで、その家を建ててる人がいて、実際中に入らせてもらったんだけど、いや、楽しそう。いや、これほんと自分だけの空間だなって思って、ね、なんかわかんない。ロマン、ロマン。うん、すごいロマンだ。簡単に入れないしね、まあ、うん、そうだね、登んなきゃいけないからね、あそこでしっかりしてて、そうそうそう。でも本当に海外の人たち、そうやって住んでる人いっぱいいるもんね。え、そうなの、だってテレビでよくやってるじゃん。本当ですか、すごい。でも絶対なんかそういうの本当に楽しい、ね、で今回のね、お二人はね、ちょっと特殊な男子的なね、女子的な意見あまり聞かれないかもしれないですけどね、ある意味素晴らしい、すいません、ちょっと女性っぽいこと言った方が良かった、いや、なんことないよな、やっぱり大冒険っていうかね、基地を作ったり穴を掘ったりがいいと思う、そうね、いや、タイムマシーンがねタイムマシーンがねなんかね、あるんじゃないかと思った私はね、あ、土の中に、そうですよ、はい、ひょっとしたらこの未来の人埋めてるかもしれない、そうでしょ、ほら、なんか繋がってるかもしれないじゃんみたいなね、掘ってみますか、掘ってみますか、ね、掘ってますかね、うちのお母さんとかこれ見てたら、うん、掘ってた掘ってたって言ってると思う、おかしいよね、いいね、そこなんか埋めなかったの、掘った後になんか埋めたんじゃない、タイムカプセルみたいな、多分親が埋めたんじゃないですかね、きっとなんか埋めた思い出がなくて、でもなんか泣いた思い出はあるから埋められたんじゃないか、うん、あーそっか埋めないでみたいな、なんか出てくるかもしれないからねそうそう、私の中では超真剣だったんですよ、真剣に掘ってたのね、真剣に掘ってたの、シンフラにも掘るということだけにこう、うわやばいね、少女どうですかね、ゆりさんがね、穴掘り少女だったということが分かったところで、引き続き来週もまだ閉めたまだ残ってる、まだ二人の素顔に迫っていきたいと思います。それでは今週はこの辺でお別れしましょうそれではさよなら、また来週、ライブ先になるんですけど、はい、6月25日の火曜日の深夜、深夜になります、1時28分深夜ドラマ、深夜ドラマ都立水晶っていう漫画原作のすごい面白い学園ドラマに出演させていただいて、第1話もう出てて、最終回の第8話に最終回にもそうです、まさかね、インパクトのある何かまたインパクトあるかな、おお、まだね、楽しみ、楽しみ、ぜひ皆さん楽しみ、ぜひ深夜なので、まあ録画でも見てください。あやさんでした、ありがとうございます。そしてゆりさんは、はい、私はいろいろあるんですけど、うん、これを見せながらの方がいいかな、はい、5月のこれ放送っていうことだったので、5月の27日にスピリットルームという、うん、イベントに出るんですけど、モーフ東京、六本木ですね、六本木あるところで、これニューヨーク直前になってます。でこの後に6月5日に、ニューヨークにありますアポロシアターのアマチュアナイトに出演をします。素晴らしい。で、うん、その後、3週間ぐらい滞在させてもらって帰ってきて、6月の22日にノーバード銀座さんにありますノーバードで歌わせていただくっていう予定になってます。ぜひお待ちください。素晴らしい、リサの予定でした。